では公開の例から始めます。はじめに麻生会長から。それでは昨日行われた党首討論、これでやっぱり谷垣総裁の指摘もはっきりしてまして、少なくとも社会保障と税の一体改革という点はかなり問題点がはっきりしてきたように思いますし、あれを聞いて分かったという方も多かったんで、あれ良かったんだと思っております。とにかく社会保障改革の全体像というものが見えない限りは一体改革という名には値しない、はっきりしてます。その意味で突き詰めていけば、今民主党に書いてあるマニフェストというのをやめない限りは、あれは少なくともどの政策も全て齟齬をきたしていくということになるんだと思って、結果としてそれが決められない、決定が下ろせない政治ということになるんだと思っております。さらには今法案審議日程っていうのは野党とにかく一応特別委員会でやれという話を下ろしたと噂されていますが、本当に言ったかどうか知らんけど、とにかく法案日程の審議入りの前の委員会がどうやって立ち上がって、いつ審議日程に入るのか全然わからないし、これ今国会中に行ってやろうって、それはもう時間がタイムスケジュールでいけばかなり時間が押し迫ってきてるということなんで、これは早いとこ民主党内をまとめてもらわないと、こちらに協力をって、お宅の足元をまとめてもらわんとどうにもならんと、はっきりしてるんだと思いますけど、とにかく総理はこのことについては、やれ、何でしたっけ、政治生命をかけるとか、なんとか政治家としての集大成か、なんかいろんな言葉を使っておられるように見えますけれども、今国会で、まあ、それいつのまで延長するのかしないのかっていうのは別にして、今国会で成立ができなかった場合、その責任は取ってもらわないか、当然のことなんであって、それをこう詭弁でこう逃れようとされるんであったら、それは自由民主党としては、野党第一党としては当然のことをして、いずれの時期にか内閣不信任案と提出ということを視野に入れなければならない、それが対応すべきもんなんだと思っています。やはり総理大臣の言葉っていうのは重たいんだというのは、過去の歴代の総理みんなその一言を捕まえられて、いろいろここにおられるマスコミの人たち、偉い目に遭った人たちいっぱいいるわけだからね、今なんか言葉に拭って綺麗な顔してるけど、全然バンバン当時言ったわけですよ。だけどこれはね、元総理にも当てはまるんじゃないかね、元総理にも誰のことを言ってるかお分かりだと思いますが、日本とアメリカとの関係を最低でも圏外と言ったその人を自分の党の外交の一番責任者にして、その人は今アメリカやヨーロッパと揉めてるイランに行くんだよ、イランに。どういうあれだか知らんけど、そしてイランに行って俺を言ったか言わないとか言って、イラン大使館に、駐日大使館に行ってあんなこと言っとらんとか、わけのわからんこと言ってるけども、言った言わないの話ではないのです。あれはイランに行く行かない、行ったかが問題なんであって、僕はそういった意味ではとにかくこれ以上言葉の重さが軽くなるというのは政治不信をさらに増長させることにしかならない、したがって言葉にはきちんと責任を持ってもらわなきゃいかんもんなんだと思っております。ぜひ今国会も今やっと新たにワンワン言ってた消費税と、社会保障の一体改革って話にやっと一歩踏み出しつつあるように見えますんで、速やかにこの一体改革の内容を示してもらって、堂々と論議ができるようにすることを我々としては期待を持ち、それが言葉に対して責任を持っていただけるものなんだと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは記者の皆さんお聞きください。